大魔頭演舞以来仕事が一気に増えたの。猫の手も借りたいくらいじゃ。はい。ルシー、久しぶりに行くか。うん、家賃も稼がなくちゃいけないし。はっはっはっは、燃えてきた。うん、どうしたものか。あら、エルザ、どうかした？先日、つい服を買いすぎてしまってな。クローゼットに収まりきらなくなってしまった。それで、古い服を処分しようと思ったのだが、気に入ってたのを捨てるのも忍びなくて。それならギルドの女の子にいらないか聞いてみたら。なるほど、その手があったか。いらねえ、ちょっとこっち手伝って。はい、じゃあまた後でね、エルザ。ああ、さてみんなに聞いてみることにしよう。ルーシー、服はいらないか。急にどうしたの？服？古い服のもらい手を探しているんだが。え、本当？7年前に買った服がダメになったからちょうど困ってたんだ。それはちょうどいい、いくつか持っていってくれ。ありがとう、助かるよ。あ、でもサイズ合うかな。身長は同じくらいだけど。胸のサイズはまあ大体同じくらいだろう。大丈夫じゃないか。ちょ、いきなり胸触れないでよ。ありがとう。ああ、よっと。ジュビア、ちょっといいか。あら、エルザさん、ジュビアに何かご用でしょうか。古くなった服を誰かに譲りたいと思っていてな。ジュビア、甲冑を着て生活するのはちょっと。鎧ではない、普通の洋服だ。そういえばエルザさんの私服ってどんな感じでしたっけ。そうだな、ハートプロイツというブランドのものが多いな。どれも可愛らしいデザインだぞ、きっとお前にも。ああ、ジュビア、あまり派手なデザインの服は好みではないんです。すみませんが、遠慮しておきます。そうか、残念だな。ウェンディ、ちょっといいか。はい、何でしょうか。私のお風呂の服を引き取ってくれる者がいないか探しているのだが。エルサさんのお盛りですか。いくつくらいの時の。天童島から帰ってきてすぐに買ってきたものだ。サイズが合わないですよ。全然身長違いますし。それもそうか。だがウェンディが大人になった時に。いいです、エルザさんみたいになれる保証なんてないので。胸とか。ちょっと、ウェンディをいじめないでちょうだい。
すまない。他を当たってみる。聞いて回ってみたが、引き取ってくれそうなのはルーシーくらいか。多少は捨てるのも仕方ないか。エルザ、ちょうどよかった。聞きたいことがあるんだ。ジェラール、来ていたのか。何のような。待ってよ。そうだ、ジェラール、すまないが私の話も聞いてくれないか。おう、構わない。じゃあ先にそっちから話してくれ。実は私の古着を引き取ってくれるものを探しているのだが、お前のところにもどうかと思ってな。洋服？エルザ、どういう意味だそれは。ん？何かおかしなことを言ったか。俺は女の服を集めたり着たりする趣味はないぞ。バカ、何を勘違いしてるんだ。お前のギルドの女性メンバーにどうかという意味だ。なんだ、そうか、そりゃそうだよな。まったく。すまない、今日はもう帰る。おい、話があったんじゃないのか。そんな気分ではなくなった。また今度は。おう、じゃあな。やはり捨てるしかないか。残念だがな。あ、エルザ、洋服どうなった？もし余ってたら私とリサーナにも何着か譲ってくれない？ミラ、ありがとう。何着でも持って行ってくれ。そんなにたくさんはいらないわよ。ナツさんとルーシーさんだっけ。あんたはセイバートゥースの。どうしてここに。仕事でマグノリアの近くまで来たから、ついでにナツさんたちのギルドを一目見ておこうと思ってさ。そういや、二人に聞きたいんだけど。
この町ならではの白いものってある？白いもの？なんだそりゃ。スティンガ君は白いものが大好物なんです。はい、牛乳とかパンとか。なあ、白龍だからか。なるほどな。そんな単純な。でも夏も火が好物なわけだから似たようなものかしら。まあ、なんか心当たりあったら教えてよ。しばらくこの町にいるからさ。白いものか。ルーシーのパンツとか。白じゃないって何言わせるのよ。まあでもこの町ならではの白いものっていうなら心当たりがあるわ。花屋さんに行きましょう。花屋？花なんて喜ぶか。行けばわかるわよ。マグノリア。そう、この町の名前の由来になった花よ。よかった、今がちょうどシーズンだったみたいね。へえ、マグノリアって白い花だったんだ。よく知ってたね、ルーシー。まあね、こういう知識も小説を書くときに役立つから。そういうのならありか。スティングに持ってってやろうぜ。よし。頼まれてた白いもの見つけてきたぞ。お前にやるよ。マジで？もしかしてその白い花？この花、この町と同じマグノリアって名前なんだ。へえ、そうなのか。夏さんって物知りだな。教えたの私なんだけどね。それじゃありがたくもらうよ。いただきます。花を食った？リング君は白いものが大好物なので。大好物ってそういうこと？というか食べて美味しいものなの？うん、うまい。結構いけるじゃん、マグノリア。ありがとう、二人とも。そっか、それよかった。まあ喜んでくれたなら探した甲斐があるわ。仕事があるんだけど。あ、なんだよ、てめえから誘ってくるなんて珍しいな。どんな依頼なんだ？これ、盗賊団の撃退。最近首都の周りで暴れてるらしいの。ほう、うん、この依頼書に書かれてる盗賊団の頭の名前、なんか見覚えあんな。気づいた？彼、ファントムロードの元メンバーよ。ジュビアたちの前の仲間。あいつか。フェアリーテールとの戦いの後、ギルドが解散して、ジュビアたちみたいに別のギルドに入った人もいたけど、こういう風に
悪いことに手を染めてしまった人もいるみたい。だから義比、元同僚の不始末は俺たちで肩をつけに行かねえとな。ガジル君ありがとう。じゃあ準備できたら行こう。ルーシーさん、あんたを優秀な精霊魔導士と見込んで頼みたいことがあるんだ。いきなり何？ルーシー様に協力してほしいお仕事があるのです。私たちのところに来た依頼なのですが。雪乃、その様子だと、もしかしてギルドに？はい、マスターの計らいでまたセーバートゥースに戻ることができました。雪乃、マスターはやめろって言ってるだろ。今まで通り呼んでくれよ。はい、スティング様。そっか、よかったじゃない。それで私に手伝ってほしい仕事って？こいつだ。遺跡を調査してほしいっていう依頼なんだけど。その遺跡には遥か昔に作られた精霊の鍵が眠っているらしいのです。できればそれを探してほしいと。雪乃がその鍵に興味があるらしくてな。精霊の鍵？なるほど、それで私に。いいわよ、手伝ってあげる。ありがとうございます、ルーシー様。じゃあよろしく頼むよ、ルーシーさん。よし、それじゃあ出発だ。はい。それにしてもこの依頼主の人、見つけた鍵は譲ってくれるなんて太っ腹ね。主目的は遺跡の調査ということでしたから、調査結果をきっちりまとめて報告してくれればよいと。俺文章苦手だから、そこはルーシーさんに任せるよ。ルーシーさんって趣味で小説書いたりするんだろ？誰から聞いたの？って聞くまでもないか。夏ね。というか私に話を持ってきたのってそういう理由もあったわけね。バレたか。頼りにしてるよ。ルーシー様、私もお手伝いしますから。まあ頼りにされるのは悪い気はしないけどね。さあ行きましょう。ルーシー様。行こっかな。ここにしましょう。遺跡はこの先です。遺跡の周りにはモンスター様も出るらしいので気を引き締めていきましょう。モンスターにまで様付けしなくても。調査であんま力になれねえ分、戦う方は俺に任せてくれよ。近づくモンスターは俺がぶっ飛ばす。そう、例えばあいつみたいな。モンスター？雪乃、大丈夫か？はい、私は大丈夫です。私の鍵が。あいつ、雪乃の鍵を取っていったのね。私はまた鍵を。ごめんなさい、精霊のみんな。あいつ遺跡の方に逃げていったな。ちょうどいい、取り返しに行くぞ。
雪乃、俺のそばから離れるなよ。はい。ごめんなさい。やった。ゆきの、さあ逃げるなら今のうちだぜ。よし、開け天下地球の扉、スコーピオン、サンドバスター。白龍のホーリープレス、鉄龍拳、キャッ、ジュビアにかかればこんなものです。白龍の方向、鉄龍拳、ウォーカーカーネス、グレー様、勝ちましたよ。さあ逃げるなら今のうちだぞ。白龍のホーリープレス、ギヒ
フェス流拳楽勝だな、ギヒ。ここが依頼にあった遺跡。雪乃の鍵を取ったモンスターはどこへ逃げたのかしら。あっちの方だな。さすがドラゴンスレイヤー、モンスターの匂いがわかるのね。いや、鍵についた雪乃の匂いだ。私、そんなに匂うでしょうか。いや、そんなことはねえぞ。あっちですね。私、見てきます。あ、おい雪乃、待てって。おい雪乃、どうした。モンスターがこんなに。もしかして雪乃の鍵を取ったやつの仲間。おい、てめえら、俺の大事な仲間に手出すんじゃねえ。雪乃は俺が守る。スティング様、かかってこい。一匹残らず倒してやるからよ。さあ逃げるなら今のうちだぜ。片付いたか。スティング様、ありがとうございます。ちょっとお前、どうしたんだよ。泣くな、泣くなって。だって嬉しくて、私を守るって、大事な仲間だって言ってくださって。雪乃は、ああ、俺はギルドを一から作り直す、仲間を大切にするギルドにするって決めたんだ。だからお前らがピンチの時はマスターの俺が絶対に助ける。私、セイバートゥースに戻れて本当に良かったです。こっちこそ、お前が戻ってきてくれて本当に良かったよ。私はお邪魔みたいね。あ、ルーシー様、どうかされましたか。鍵あったよ。取られちゃってた雪乃の鍵。よかった、みんな無事です。よかったな。ってなんか鍵の本数が増えてねえか。この一本は私の鍵ではありません。ってことは、それが依頼にあった遺跡に眠る鍵。見せて。ずいぶんボロい鍵だな。そんなんで本当に精霊が呼べるのか。ああ、ダメみたい。これ完全に魔力を失っちゃってるわ。ってことはただのガラクタってことか。うん、骨折り損だったか。いえ、本来の目的は遺跡の調査ですから、依頼者様のためにしっかり調査してレポートにまとめましょう。よっ、さあ逃げるなら今のうちだぜ。
白龍の方向。四肢球の扉レオ、メグルスインパクト。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。最強だ。泣けはしねえ。お宝ゲット。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。
逃げるなら今のうちだぜ。開け天下地球の扉、スコーピオン、サンドバスター鉄拳。物足りねえな。もう一丁行くか。逃げるなら今のうちだぜ。
行こうかな。ここにしましょう。さて次はと。素晴らしいと思います。ありがとう。でも鍵のことは残念だったね。もう力を失ってたなんて。いえ、私はいいんです。もっと大切なものをもらいましたから。あ、どうした雪乃、俺の顔に何かついてるか。いえ、何でもありません。じゃ、俺たちはそろそろ帰るわ。ルーシーさん、手伝ってくれてありがとな。また会いましょう。うん、バイバイ。ねえレビィちゃん、ガジルどうしたの？なんかイライラしてるっぽいけど。なんか今度ギルドのライブで演奏するための新曲を作ってるらしいんだけど、なかなかアイディア出ないみたい。ああ、なるほど。最初はギルドに馴染むために演奏してたんだと思ってたけど、普通に音楽好きなのね。下手の横好きだけどね。ま、今はそっとしておいてあげた方がいいよ。そうだね。でも私も物書き志望としてはちょっと共感できるかも。何か力になってあげられないかな。カグロ、どうした？うちのギルドに何か用か？ああ、エルサ。実は刀の手入れに使う油を切らしてしまった。それでこの町にまで買いに来たのか？有名な刀剣用品の店でもあっただろうか？いや、この町ではなく、ここから北西にある箱部山に良い油が取れるモンスターがいると聞いて。なるほどな。よし、それじゃあ私が取ってきてやる。いや、別にそういうつもりで話したのではないが。ドラゴン退治の時に加勢してくれたお礼と思ってくれ。いろいろと気苦労もかけてしまったしな。そうか。ではよろしく頼む。